さあ始まりましたカスタムチャンネルです。今日はですね、井上ボーリングさんに行く前にちょっと一つむちゃくちゃ重要な NSR の、専門店、アポが取れたので今向かっております。今日も天気です、本当にですね、試験員さんありがとうございます試験員さんのサポートがなければこんな取材はできなかったです。さあもうちょっとです、もうちょっとでその現場に到着する予定でございます。お店の店長さんはそういうYouTube に顔出しとかするのがちょっとっていう方で、もともとそういう宣伝もしてないと、もう腕一本で NSR やってる方なんで、もうそういうありがたい話やけども、ちょっと自分を出演するのはちょっとごめんなさいみたいな話なんで、お店の外観や、お店の中の雰囲気、そしてパーツで、ちょっとインタビューしてですね、ネサのこととか聞けたらなと思っております。忙しいみたいなんで、今日あんまり時間取れないっていうことなんで、ご迷惑がかからないように取材していきたいと思います。ガスさんチャンネル、ドキドキしますね。いや、ほんと迷惑かからないようにしないといけないですね。最初に商品買おうかな。やっぱ僕も買いもせんのに話だけしに来る人っていうのはやっぱりちょっときついとこありますよね。僕もお店やってるんで。え、どこ？ここちゃいます？これここ、ダーン。ちょっとですね、アジアンテイストな感じでですね、看板があります。まあ、お店にはもちろん NSR があるわけですけども、こういう外観になってます。はい、ということで、今回ね、僕もちょっと買い物をしようと思ったんですけどもですね、こんな感じで、はい、所狭しとですね、いろんな NSR 専門店ならではの商品が販売しております。買いに来たんで、ちょっと店長さんに、お頼みしてみたいと思います。16の CDI はほら、移設して後ろにする人が多いじゃないですか。あ、そうですね。あれはでも後ろにした方がいいんですか？まあ熱的にそういう風にされる方は多いですよね。熱的なのと、あとそもそも大変なんで、場所的に作業が、そういう意味で動かす人は多いですよね。まあ本当を言うと、ああいう電気物って線が長くなるほど信号って遅れてくじゃないですか。はいはい。ですので、まああんまりのこう好ましくはないんですけど、まあ程度の距離ならば、まあ、僕が知ってる限りでは特にトラブルはないですね。それよりも後ろの方が熱的には安定してるし、なるほど、要は交換が楽っていうんですか、はい、に何ですかね、今既存の線とカプラーがあって、そこをぶった切って線を延長するんで、こことここはできればハンダ付けすれば、その接触抵抗も起きないですから。あ、そう、ですから、ただこことここを拍子にしたらもう僕は進めないです。ああ、そんなカチッてする、そうですね、そういうのは絶対ダメだと思います。もうなるべくそういうこう接点を増やさない方がいいので。あ、参考にします。そうすれば、でしかもそこに使うコードって今売ってるものを使うじゃないですか。あ、で新しいですよね。で僕も言えないですけど、まあ、例えばですけど純正ハーネスももう本当 NSR って30年経ちますけど、うん、すごい強いじゃないですか、うん、もうとにかく純正ハーネスって強いんで、はあはあはあ、まあなんだかんだ言う人いますけど、まあそれほどこう変な改造とか加工とか、うん、あと野ざらしになってたり、あと水没とかなければ、うん、結構いける、まあそのままいけますよね。うん、で CDI とかあと PGM ユニットもまあ壊れるんですよね、一般的に、はいはい、あちこちで。で、バッテリーがどうの、うん、少ないと壊れるとか、うん、で、何かつけたら壊れるとか、うん、まあ、あんなのもう関係ないですよね。はい、ああ、なるほど。古いからですよ。純粋に。純粋に、ね。あんなコンデンサーが30年も持つって、ホンダもそれほどそこまでこう、耐久年数考えてなかったと思うんで、それはあんなちっちゃいこんな素子のね、コンデンサーが30年間火飛ばし続けたら当たり前に壊れるじゃないですか。うん、だから、バッテリーが少ないだの多いだのリチウムつけたからどうのとかじゃないです。多分単純に古いからだと思いますよ、壊れる理由は。だからもう避けようがない
じゃあバッテリーの電圧をみんなすげえ気にしてるじゃないですか。そうですね、してますね。だ別にバッテリーそれは正しいですよ。正しいのは正しい、間違ってないし、それは安定してた方がいいです。ただ減らしたから壊れたかっつうと、いやもうそれだけではないでしょうね。まあきっかけになったとしても以前なら壊れなかったはずです。例えばちょっとこう焼きついてちょっとケースが傷んでる時に、はいはい、なんか踏む時に、はい、ちょっと何か今の技術とかあったりするのかなっていう。ただそのどんなダメージを受けてるかですけどね。例えばそのベアリングのとこがこうガッてこう動いちゃって、そうですね、それは多いですよね、はい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 、そういった場合に合皮判定って難しいですよね。なんていうか基本的にやっぱりベアリング受ける部分のダメージがもう全てなんで、目視である程度のもう、うん、まあそうですね、もう簡単にもう言い悪いは判別つくと思うんですけど、うんはい、それがこうね、例えばこう受けが3箇所あったら、はい、こっち向いたりこっち向いたりしてるかっていうと、そういうことは物理的に起きづらいんで、うん、純粋にアッパーとアンダーが加え、ね、組み合わさった時のここの直径がもう開いてるか、うんうんうん、ちゃんと元通りかっていうだけなんで、さっき言ったようにガーって回ってたら開いてるでしょうから、そうですね、それを要はちょっと補強する、補修するってことでしょ、うん、いや結局僕も再使用するときにクランクシャフトを結局お客さんが新品はもう用意入れないと、うん、お金ないから、うん、ですね。もうでもちょっともう中でベアリングが動いて、はい、動いてるってことはもう拡大してるんですよ。それがもう再使用せなあかんときはそれなりのことはしますよ。その要はベアリングをアッパーとアンダーケースがきちんときっちり抑えれないわけなので、そうですね、を拡大してしまってるわけですから、うんうん、そうするとそのまま組んでもまた動いてしまう恐れがあるんで、はい、動かないように動かないように、ええ、ケースに細工するってことですか。そうですね、そういう応急処置はやることはあります。なるほど、ええ、ありがとうございます、ええ、貴重な。ただそのくっつけるって言っても溶接とかね、当然ありえないですけど、そういうことはしないですけど、うん、ただそれは人には言わないです。自分でいいと思ってやるだけなんで、うん、紹介したりこういう風にしてくださいとはもう言わないですね。なるほど、なるほど、そんなことよりももっと怖いのは前見たことがあるのがアッパーケースとアンダーケースのあれ、基本ロット管理されてるんで、うん、刻印があるんですよね、うん、当然上と同じものを主体は使わなあかんですけども、チャンポになってるんですよね、はいはいはい、あんなのはもうありえないですよね。ああそうですか、ね、それはもうなんていうんですか、それでも平気で組む人もいるのかな、わかんないですけど、まあ周りにそういうのも見たことあるんで、あんなのはもう問題外ですよね。なるほど、18までは漏れないですよ。ああ、そうですね。18までね。そうですね、はい、別になってますね、あれはもう強いんで、漏れないですね。NS16、あと88、うん、漏れないですね。本当だ、あそこが漏れる前にサイドベアリングがいってしまうっていうことですよね。88までは大体そうですね。うん、だもんで、まあ、だからいないってこともあるんですよね。あ、そうですよね。センターラビリンス別に、はい、お金かけてまでやるですよ、ね、メリットはないですよね。まあ多少あったとしてもそのフリクション、うん、でもね、ベッター式のオイルシールってすごい軽いんで、はい、もうほとんどてか数字にも出ないと思いますね、違いはね、はいはい、まあ、僕はもうほんまになんかまあなんていうかもうそうですね、でもね、それをね利用されるのは分かります。やっぱり井上ボーリングさんの思いを、いや自分のエンジンにつきたいっていう、そういう気持ちでする人は結構いますよ。その性能がうんぬんじゃなくて、やっぱああいうことをしてくださった思いを僕も汲み取って採用したいと、ね、っていう人はいますね、じゃあ最後の質問になるんですけど、 MC16 をじゃあ、まあ、僕1から組んでいくんですけど、はい、組んでいく上でこれ欠品してたりとか、ちょっとこのパーツは気をつけた方がいいよっていうポイントっていうのは16でしょ、うん、まあ、まあ88が理由、例えばヘッド のガスケットなんか88が使えたりするみたいな、はいはい、でケースなんかもほぼ共通やから、まあ、ケースオイルポンプでしょうね、オイルポンプ、ああオイルポンプ、あれはもう
どうしようもないですよね。16しか合わないんで。ああ。で、あの、でも、オイルポンプの、なんか、漏れなくするやつを DMR さんが出てるやつ買ったんですけど。はい、漏れなくなるのは、どうにもなるんですけど、はい、オイルシールをね、うん、抜けなくなるやつだけなんですけど、うんうん、あのポンプは、あのポンプは16だけなんで。うん、あ、専用やから、それを大切にちゃんと組んで。そうですね。その、詰ま、なんか、例えば中のワンウェイが詰まったり、もう、例えば空抱きしてしまって、過去にね。うん、で、ああ、そうか。あの中のもう、ポンプ機能が損なわれとったりすると、使えなくなるわけじゃないか。うん、そうすると、じゃあ18のポンプにとか、21の28のポンプにっていうのが無理なんで、それだけ気ぃつけなあかんところですかね。最悪もう本当混合にせざるを。もう初めから混合で作るっていうのも一つの手ですかね。まあね、混合は一番いいですからね、うん、エンジンには。あれ、混合って取って蓋するだけでいいんですか基本的には。あ、基本的には、はい、うん。参考にします。ありがとうございます。はい、混合はでも一番、ツーストスとしては一番いいんじゃないですか。うん、じゃあ MC16 の、 オイルポンプはすごい貴重な商品なんですね。貴重ですね。あとはウォーターポンプはデイマラさん出してくれたでしょ。あとはもっとありますけど、そのまま再利用クラッチ の、 あのプライマリーギアとか、うん、あの辺ももう16は独特なんで、はい、で16はミッションのオイルポンプ使わないんです。ないじゃないですか、はい、レースなんですよ、はい、なので硬いオイル入れたりするとで、あのチェンジの、シフトフォークと、うん、あとスリーブがありますよ、ギアに、うんうん、あの5速6速ギアカウンターの、あとメインの434ギアとか、あの辺をこう焼き付かしたりして、なんかつまらんことを専用には気をつけ、オイルには気を配るべきですよね。ミッションオイルを、オイル自分で圧送しないんで、中の潤滑をかき上げなんですよね、16って。じゃあミッションオイルを入れるときにちょっと一回メールします。何のオイルを入れたらいいのか。あのね、柔らかいオイルがいいです。柔らかいオイルがいい。はい、硬いオイルは使わない方がいいですね。柔らかくていいオイル。わかりました、はい。まあでもそれはね、ネスタル全般でそうですから、結局88も89もそうですけど、変わりがないんですよね。で、89はね、井上さんとかコンロッド作ってくれてるんですけど、88とか16はないはずなんで、あ、そうか。その、再生すれば戻るっていう意識はもう、ちょっと半々ぐらいに考えとかないと、あ、もうクランクピンが虫食ってたら、もう NG ですから、エンジンは動きますよ。うん、そんな、何十万もかけてそんなんでいいのって話で、うん、それでも動かせたいってやったらそれでもありですけど、ちゃんと組もうと思えばもうそんなクランクシャフト使えない、再生できないんで、それが怖いですよね。でもそういうのって結局やっぱり焼き付いたり、いろんな、まあ、例えば、あの、直キャブにしてたりとか、まあ、いろいろありますね。いろんなことがあって、まあ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 、大丈夫ですか。だから、今、いい状態で、綺麗に組んで、再生して、なるべくダメージがないように使っていく。まあ、今、組めたら、もう、よしですわ。うん、今、組めないのが多いんですよね。あ、過去の過ちで。はい。で、一番多い過ちは、不動ですね。ああ、不動、サビ。サビ、ああ、そうですね、サビですね。焼き付いて、うんぬんよりも、もうじっと刺してて、サビさせてっていうのが一番再生には厳しい。まあ、焼き付けはもう終わりですけど、クランクの上部の虫食いなんて、ほんと錆びたらひどいですから、もう再利用できないですよね。で、これもうね、自己管理になるんですけど、まあ、大体1000キロぐらい、もうぐらいでいいです。はい、そんな、ぴっちりした保証なんて、ないので。分かりました。なんかあったら、それが1000キロ走るのがもう、さっき言われたようにサーキットだからとか、メーターがついてないからとか、そんな細かいこと言えないんで。分かりました。なんか早めにおかしになったら言ってください、その時は。はい、感じで工房ちょっと軽くだけ覗かせていただきました。こういう風にですね、エンジン作業されております。まあ、本来 RC バルブコントロールサブユニットっていう。なるほど。これは、まあ、あるってことは88のこれはもう廃盤になってるってことですか。もう、あ、なるほど。だから、まあ、立ち上がったってことですね。ええ、88それが壊れるとモーター動かなくなって、まあ、世間ではそれをもう使わずに直結ハーネスで動かしてしまってるユーザーさんも多いんですけど、うん、おー、不安定になるんで、モーターの動きが。もうそれはお勧めしないですから。88の本当にもうほとんどの88が経験するような。なるほど。ちょっとね、弱い部分で。僕88なんで。ありがとうございます、はい、ということで紹介していただきました。あのね、はい、ありがとうございます。店長さんは顔出し、あ、もう NG なんですけど、
丁寧に接していただきましてありがとうございます。今日本当にありがとうございました。遠いところありがとうございました。それじゃあ帰ります。ありがとうございました。ということで、モトールエンジニア、モトールエンジニアリングじゃないってことよく言われることです。モトールエンジニアさん、来ました。さあそれではちょっと時間がなくなってきたんで、井上ボーリングさんに行ってみたいと思います。ものの数分で取れていきます。